通常、ジャニーズから離れてから大きな仕事に就くのは難しいことが通例でしたが、平野の成功は異例のことと言えます。平野史洋には民放ドラマ主演の情報があり、人 CM も大好評です。滝沢秀明の飛べのテレビ戦略も見えてきます。元キング・ア・プリンスの平野史洋は、ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明が率いる飛べに移籍しました。 そして、キンプリでユータと神宮寺ユータと共に新しいグループ、ナンバーアイを結成し、ファーストデジタルシングル、ゴートが大ヒットしています。平野仕様は高級ブランドのルイリトンとのパートナーシップ契約を結び、イヴ・サンローランのビューティーライン、イヴ・サンローランボーテのアジアアンバサダーにも就任しました。特にサントリーの新しいテレビ CM では、 緑 SUUI のキャラクターとして登場し、東京や大阪での大規模な広告が話題となりました。特にサントリーのジンミドリ緑 SUUI の新しいテレビ CM キャラクターとしても登場し、大規模な広告が話題となっています。今年に入ってから、平野紫陽は次々と大きなプロジェクトを発表し、その活躍は以前のジャニーズ時代よりも目立っています。 一般的には数年かかることが通例の大きな仕事にも成功しており、その実績が注目されています。通常、ジャニーズから離れてから大きな仕事に就くのは難しいことが通例でしたが、平野の成功は異例のことと言えます。サントリーは平野に2つの CM を任せ、2月7日にサントリー人戦略説明会を開催し、事業の拡大を発表しました。特に緑 SUUI は主力商品であり、 平野にかなりの期待が寄せられています。しかし、一部の平野のファンからは、テレビ番組での彼の姿を見ることができないことに不満の声も上がっていました。所属する事務所はこれまで YouTube や体育トークを主に活用していましたが、今回の CM 出演をきっかけに平野のテレビ出演が解禁されることになりました。平野はドラマ主演の話も進行中で、関係が深い日本テレビのドラマが期待されています。また、 ナンバーアイとしてバラエティ番組にも出演する噂もあります。一方で、平野のテレビ番組への出演が不足しているとの不満もあり、彼の所属する部は YouTube や体育トークを主に活用していました。しかし、今回の CM 出演をきっかけに、平野のテレビ出演が解禁されることになりそうです。また、ドラマ主演の話も新たに進行中で、関係が深い日本テレビのドラマもあるようです。 ミドリ SUUI の CM に出演している平野は、収益的にもテレビ局としても番組に出演させたいという意向があるようです。2024年は再ブレイクの年になりそうで、平野だけでなく、一部に所属する他のアーティストもテレビ出演が増える見込みです。このような活動が平野のファンからは大きな注目を集めており、彼の再ブレイクが期待される年となりそうです。 滝沢氏は広告代理店やテレビ局と協力し、アイドル市場に大きな変化をもたらす歴史的な年になるかもしれません。